こんにちは、平山茂です。今日は8月17日火曜日でございます。現在時刻は夕方4時を回ったところですね。夕方ではないか。4時を回りました。皆様、本日もお仕事お疲れ様でした。今日からね、お仕事だったという方多かったと思います。ね、本当にお疲れ様でございます。今日もですね、ちょっと私が住んでる名古屋はちょっと不安定な天気でしてね、まあ、ちょっと最初の映像を見ていただいたと思うんですけれども、結構な雨が降りました。まあ、いろんなね、状況の中で、なんとか前を見て、前を向いて、前に進むしかないと。一生懸命に、一緒に、頑張りましょう。大丈夫ですからね。大丈夫ですから、いろいろあると思います。いろいろあると思いますが、大丈夫だ。私は大丈夫だ。3、はい。ちょっと急にやってもね、ちょっと対応できないと思いますけど、大きな声で、3、はい。私は大丈夫だ。大丈夫。以上です。さあ、明日はね、どんな天気になるかわかりませんけれども、まあ、天気だけじゃないですね。地震が来たりもします。いろいろね、もういろいろ、もう来るならもう何でも来いと。何が来たって大丈夫だと言えるように、ちょっとね、気持ちだけでもね、強く持っていきましょう。ということで、また明日お会いしましょう。平山茂でございました。ご視聴ありがとうございました。それではおやすみなさい。